こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、ネットビジネスってすぐ稼げる印象があるんですけども、なかなかそうはいかないんですよね。まあ、ビジネスに限らずなんですけども、やっぱりね、何かことをなそうとすると、それまでの自分の人生が全てそこに出るんではないかなと思います。まあ、そういう意味ではですね、やっぱりこう、人脈なし、お金なし、コネなし、何にもなくても参入できますよと、成功できますよっていうふうな謳い文句はそんなに嘘ではないんですけども、ただ参入した後に、まあ、人脈、コネ、能力、いろんな要素を作んないといけないということですね。で、もともとそういうのを培っていた人生の方は、ネットビジネスに入っても、まあ、うまくいきやすいということなんじゃないかなと思いますよね。まあ、私がね、ちょっとフォローしている方の中に、もう学ぶさんとかね、それから池早さんとかね、その他ね、なんか他有名な YouTuber さんっていらっしゃるんですけども、その方がね、YouTube に参入して、すぐに芽が出たように私は見えるんですよ。それはなぜかっていうと、それまでの人生ストーリーの中で、きちんとね、ライティング能力とか、話す能力とか、表現力とか、知識とか情報とか、人の気持ち、相手のね、気持ちをおもんぱくるエンパシーっていうのを、ちゃんとね、培っていたからだと思うんですよ。まあ、ですんで、ブログなりね、他のメディアで、まずは地道に地道に積み上げてきたものを、まあ、花咲かせたという、そういうストーリーがあったから、 YouTube に入ってきてもそれをね、ちょっと映像に変換するだけだったんで、人の心をつかみやすかったっていうところが一つ、もう一つはブログなり他のメディアで培っていたファンもごそっと持ってきたから、こうね、ドーンと急にうまくいったように見えますし、それからネットって稼げるんだなって印象を与えるのにも効果があったと思うんですよ。まあ、そう考えていくとね、まあ、私の場合の、ネットビジネスってのは本当にそういうバックグラウンドがなかったですから、まあ、地道だったなとも言えるんですけども、ただね、こう振り返って冷静に見てみて、そこまでね、謙遜心をもし外していいものでしたら、私はそれまで会社経営を10年してきたわけなんですよね。で、店舗をやったりとか、それから飛び込み営業したり、要するに人を集める、従業員を集める、お客さんを集めるって活動はずっとしてきたわけなんですよ。で、曲がりなりにも、規模は小さいなりにも、その自分自身で人を集める、この久保哲郎っていう人間を多くの人に知らせるってことの積み重ねの中で、私は生きてきた、暮らしてきた、食べてきたっていうところがあるんで、多分それがですね、インターネットで増幅されたというふうにも、考えられるんじゃないかなと思うんですよ。そうなると私は今まで会社経営ですとか店舗をやってきたってことを、踏み台にしてですね、このインターネットの世界にいるのかなとも言えなくもないんですよね。規模は小さいですけども。これがね、どういうことかっていうと、会社が潰れても、店がなくなっても、それまでの人と人との関係がなくなったとしても、この私っていう人がずっと強化されていったわけなんですよね。言ってみれば、そういうふうな店舗やお店や人との関係っていうものが踏み台になっていたとも言えるんですよ。これをね、ご覧になっている皆さんのこう人生に置き換えるとすればですね、例えばですね、いろんな女の子と付き合ってきましたよと、いろんな異性と付き合ってきましたよと、その中でうまくいったこととか失敗したことを学びとして別れていったんだけども、次に出会った人の関係の中で、今まで別れてしまった人との経験や知識っていうものがそのまんま新しい方に結びついて、それでうまくいくみたいなことがやっと起きるみたいなね。要するにこれも今まで別れてきた人が積み台になってるだとも言えるわけなんですよ。それでね、今日動画で何が言いたいかっていうと、今まで自分の人生でそういうふうにね、踏み台にしてきた、材料にしてきた、その経験を未来につなげようとしてストックしてきたものがどれぐらいあるかなってことなんですよ。例えば集客力、販売力、商品を作る力、それから待つ力もありますしね、様々あると思うんですけども、結局何にも耐えれずに何もなさなかった人っていうのは、せっかくインターネットや YouTube っていう素晴らしいツールがあったとしても、それに乗り切れないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、それが証拠にですね、 YouTube を始める人は多いんですけども、じゃあ2ヶ月経って3ヶ月経って同じようなモチベーションとか同じようなペースでできているかっていうと、これね、圧倒的に少ないんですよね。で、1年やってる方、3年やってる方、5年やってる方、どんどん先細りしていくんですよ。で、続けてる方っていうのは続けることができるんですよね。続けることができれば、それは多くの人から見れば信用になるんですよ。なぜなら多くの人は続けることができないからなんですよね。で、いつの間にかですよ、続けてることっていうだけでも、まあ、信用とか価値になってくるんですよね。ですんでね、続けてほしいなとも思うんですけども、仮に続けなかった場合、いくつか理由が考えられます。もっといい方法が見つかったから、 YouTube やインターネットのビジネスから離れたということ、これはもう本当ハッピーエンドだと思うんですよ。でも結局できなかったんで前の世界に戻ってしまうというね、
これはね、避けなければならないですよね。で、前の世界に戻っても、その世界っていうのはどんどん小さくなっていって、さらなる競争が待ってるわけなんですよ。で、低賃金とか重労働になっていくわけなんですよね。で、いわゆる過当競争です。でも、このインターネットの世界とか YouTube の世界って、広がることはあっても縮むことがないわけなんですよね。まだインターネットが整備されてない世界もありますし、整備されてるんだけどもインターネットの世界に入ってこない方もいますし、ガラ空きのジャンルだと思うんですよ。で、私の場合は町内会というものに YouTube を持ち込んでいますけども、やっぱりね、私の説明したいことを YouTube で話していくと、それはね、分かりやすくって多くの方は助かりますし、使い回すことができるっていうのもね、一つのポイントですよね。ある方に出した指示や説明をこっちの人から求められたら、これ見ておいてください、済むわけなんですよね。今までは複数の方から説明を求められたら、たくさんの人を集めてね、それから伝えていくとか、一件一件説明するとかっていうことだったんですけども、それがまあなくなっただけでも、私はね、この町内会の未来をこう構築してるなっていう、まあはばかりながらね、思うわけなんですよね。まあ、そういった形でね、皆さんの暮らしの中にもまだインターネットが入り込まないがゆえに、旧世代型のものすごくね、非効率的なことをしている可能性があるんで、そこに、そういったインターネットを使ってみたらどうかなと思うんですよ。で、反面ね、インターネットをビジネスで使うところをインターネットビジネスの世界に持っていくと、もうすでにたくさんの共闘法を築いた方がいらっしゃるんで、ものすごく大変だと思うんですよ。で、戦うのに疲れてやめてしまうっていう、こういうふうなね、原因がありますんで、戦わずしてやるだけで勝てる、そういうふうなフィールドを、見つけていくのも続けるコツなのかなと思いますよね。私はね、町内会とかね、自治会とかね、インターネットを持ち込んで、すごく伸びしろがあるなと思っているところですよね。皆さんはどういうふうにお感じでしょうか。それでは。